農畜産業振興機構によりますと国産豚肉の先月の卸売価格は冷凍豚バラ肉で1キログラムあたり966円冷凍豚もも肉で1キログラムあたり567円と2年5か月ぶりの高値となりました外出を自粛して自宅で調理をする人が増えたことなどから豚肉の売れ行きが好調で需要が高まったためとみられます 4月以降の豚肉の生産量は例年通りで今のところ小売価格への影響は出ていないということです。